街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。どうも。さあ、今夜の人生酒場はですね、大阪心斎橋八幡筋にありますトゥルーシャインさんにお邪魔してます。どうもよろしくお願いします。お願いします。ミキママですよ。ミキティですよ。ここはまたね、ちょっとこうスナックとは違う感じのお店で、この後ろにあるね、この突っ張り棒なんだけど、ホームセンターで売ってるやつ、よく見るけど違う？うちはちょっとポールダンサーとか、うん、そういうダンサーたちにこう出演してもらって、うん、イベントなどで出てもらってるんですけれども。じゃあママもポールで今日は見せてくれるわけですよね。どうしたの？いやちょっとそれが、うん、ちょっと最近捻挫してしまいまして。あ、足シップしてるよ俺。そうなんです。どうしたの俺？普通にちょっと段差から。出た。ダンサーが段差から落ちて足を捻挫。ママ一応乾杯しとこう。はい、捻挫に乾杯。じゃあお客さんは若いお客さんだね、ここね。よく来てくれはるお客さんは意外と、うん、60代の方やったりとか。60歳の方が。はい。見えないね。一緒にこう踊ってくれたりするんですけど、うん、土壌すくいとかこうやって黒田節とかこう踊ってくれる。そうじゃないんだ、うんうんうん、そうじゃないんですけど、うん、なんかそれをまあスタッフと一緒に踊ったりとかして、うん、いいねそれ。若さの秘訣だよね。そうですね。逆にそういうお客様からパワーをもらったりとかして。あ、逆にママの方がもらっちゃったりするわけ、はい、ちょっと久しぶりにこのお店曲ナビチェック履歴見てみましょう。宮代を歌ってんのか、誰だよ。, 笑っちゃうのが、エグザイルこれだけ入ってて一番上に三浦浩一先生ですよ。ママ素晴らしい。ありがとうございます。俺が来ても浮かねえってことが分かった。でもさ、せっかくポールダンスねできるんだから踊ってくれねえと絵的に持たねえな。フィーちゃんポールダンスできないんですけど、なぜか酔っ払ったらくるくるくるって上まで上がってくれて。うわ。ポールになりたい。あ、すごい。番組は違うみたいになっちゃう。人生酒場ですからね。さあ、それではママ、はい、今日は何を歌ってくださるんでしょうか。キララのベストフレンドで。ベストフレンド、うん、感謝の気持ちをいつも持って、うん、支えてくれてるのはスタッフ、仲間、お客様ということで。えらいね、これですよ。こうじゃなきゃ。朝11時まで飲んでさあ何点71.439 低い。あれおかしいよ ね、朝の11時まで飲んでた人の声ですよ。しょうがねえ、しょうがない。吉谷さん、ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。お大事に足ね。